こっちの耳ばかりじゃかわいそうね。ほら、今度は。こっち。いただきます。まるで耳に性感帯があるみたいに感じるのね。まるでではなくて本当にここが性感帯なんでしょ。弱いのね。でも困ったわ。私の口は一つしかないもの。右耳と左耳、どっちかしか舐めてあげられないものね。どうしようかしら。こんな時に私にもう一つお口があったら。なんてね。驚いたわよね。ほら見て、これが私のもう一つのお口、私の尻尾よ。サキュバスの尻尾は世紀の一つと言ってもいいの。男をトロトロにしちゃう愛液を分泌させながら、あなたのことをいじめられるのよ。すごいでしょ。ほら、じゃあもっともっとお耳を貸してあげる。サキュバス以外には絶対できないもの。ほらほら、私の尿液と尻尾から流れる愛液があなたの中に染み込んでいく。これはどっち？男を狂わせる魔法の薬。頭バカになっちゃう。もう危ないお薬。
に墨をたっぷり注がれながら、喉打ち回りたくなるくらい気持ちいいのに。でも、動けない。かわいそうね。でも言ったでしょ。これは罰だから、仕方ないのよ。おかしくなっちゃいそう。気が狂っちゃいそう。それはそうよね。先ほどに体拘束されて、エッチな言葉いっぱいに元でささやかれた。柔らかかった。あったかいおっぱい押し付けられた。女の子の甘い香りで脳みそトロトロにされた。同時に犯されてるんだもの。狂いそうになって当たり前よ。でもね、でもまだこれでも私本気出してないのよ。あなたのいじっていない性感帯があるじゃない。ああ、もちろんチンポじゃないわよ。そこはまだダメ。じゃあどこかしらね。わかる？わかるかしら。サキュバスに侵されてバカになっちゃった脳みそでどこだかわかりまちか。いくらなんでもわかるわよね。そう、乳首？あなたの女の子みたいにピーンと立ったいやらしい乳首？オスの乳首はただ気持ちよくなるためについているものよね。そんなところを。この敏感なお耳、それも両方を犯されながら、同時に犯されちゃったら、どうなると思う？どうなっちゃうのかしら。大丈夫、今にわかるわ。ほら見て、私の尻尾から細い触手が何本も枝分かれして伸びてきてる。あらあら、どこに行くのかしら。あ、触手の先っぽがあなたの乳首に近づいて。犯されちゃった。 あなたの乳首私に犯されちゃってるわ。ビク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 、かわいそう。気持ちいい。乳首触手に何本も何本も犯されて気持ちいいのかしら。うん、でもダメよ。それだけで気持ちよくなってたら。お耳も浮かされたらどうするつもり？
跳ね回っちゃって、あなた本当に面白いわね。お父様、いいおもちゃをくれたわ。これならしばらく楽しめさ。なに、どうしたの？はっきり言わないと聞こえないわよ。どうしてほしいの？ほらほら、ちゃんと大きな声で言いなさい。おちんぽいじってほしいのね。シコ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 って、ちんぽしごいてほしいの？ダメよ。ダメに決まってるじゃない。だってこれ罰なのよ。私から逃げようとした、ご主人様から逃げ出そうとした悪い子に。体に言い聞かせてあげないとね。喧嘩の大きさ。ほらほら、ちんぽビクビクしてるのに。ほらほら、乳首ばっかりいじられて、いじめられた。ちんぽいじってもらえない気分はどう？おかしくなっちゃいそうでしょ。遊びましょう。いくらおねだりしたってダメよ。たくさん遊んであげる。まだゲーム進行中なんだから。この国の王女である私に、姫様に逆らった罪は重いな。反省するまで、おちんちんを入れると溶ける。おちんぽ、お兄さんのおちんぽ絶対にいじってあげないから。いくらお熱を返してる、気持ちよくなりたい。いいよ、お兄さん。いっぱい気持ちよくなろう。じゃないわよね。もしもそんなことになったら、私怒っちゃうわよ。だってまだそんな曲与えてないでしょ。先生の曲か、与えたつもりないわよ。
許されないわよ。そうよ、ダメ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 、ルーちゃん漏らし禁止、ルーのロキロキ打って射精するの禁止、受け鉄あんの豚打ち絶対ダメ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 、お射精禁止、お漏らし禁止、豚打ち禁止。もしそんなことしたら、どんなひどい罰が待っているのかしらね。でも、二度目はやめないわよ。だってこれは罰なんだ。力あふれ出してるわよ。お耳浮かされて、乳首レイプされて、それが気持ちよくてお漏らし我慢できなかったのかしら。みっともないわね。私怒ってるのよ。ケイの執行中にまた新しい罪を重ねちゃうだなんて。奴隷の分際で本当に生意気だわ。これはもっと強い罰を与えないとダメね。もしお前さんが今より面白いことしてくれたら、じゃあ諦めて、壊れるまで洗いで、やっぱり人間の性器の味は格別ね。それはこんなゼリーみたいにプリプリで濃い感じ、しちゃうのたまらないわ。いいよ、性器出しちゃう。こんなに濃いのをしっかり溜め込んでいたのは褒めてあげるけれど、私に無断で射精したのは褒められた行為じゃないわよね。さ
そんな聞けない子には言うこと聞けない奴隷にはしっかり体に言い聞かせてあげないとね。さっきよりももっともっと激しくて気持ちよくて残酷な罰を与えてあげるわ。あなただって望むところでしょ。だってお兄さん、うちん勃起したままなんだもん。なんて言ってるか全然わからない。さあ、わかる。ほら、見える？目をそらさずにちゃんと見なさい。あたしのおまんこ、やめてほしい。ゆっくり膨らんだ地球の間をパーって開くと、ほら、トロトロに濡れたピンク色の綺麗なおまんこ。だらだらエッチなお汁を垂らしながら男の一物おちんぽ欲しいっておねだりしてるの。私のおさけばすのおまんこは人間のおまんこなんて比べ物にならないの。ひだひだがたっぷりついて熱くてねっとり絡みついてくる膣に自分からキスしてきちゃう。エッチな子宮がこれをしちゃったらもう二度と人間のセックスじゃ満足できなくなるんだから。じゃあこれが正解なんだね。そんなとっても気持ちいいおまんこで、あなたのおちんぽ食べちゃうのよ。それのどこがお仕置きなのかわからないかしら。それはね、やめておきましょう。楽しみは後にとっておかないとね。あなたのそば落としてあげるか。そのままそのまま私のことキュッて抱きしめて、ほら、チンポをここに当てて、おちんちん出る出る出る、それ出てそのまま壊れちゃってる。ああそうよ、お耳も乳首も落としてあげる。あなたのそばはその状態で私のおまんこにそのおちんぽを入れるの。ほらほら、褒めて。私のおまんこにお姫様のとっても高貴なおまんこに、どれちんぽ褒め褒めして。でもなさそうね。もう、うちんぽピクピクしてるわ。出ちゃいそう？どうしちゃいそう？また漏らすの？ほらほら、腰振って。目が覚めた。頑張って、私のこと起こしそう。おまんこにハメハメしながら、完成まで頑張りなさい。出る？嘘、まだ1分も経ってないわさ。そんなに私のおまんこ気持ちよかったんですか？もう出したいな、出したいな。どうしたらいいの？私も出したいな。それじゃあ、それじゃあ、なじめるよ。じゃあどうしてお兄さん。あらあら、お兄さん。よだれ垂らしてピクピク体痙攣させて。そうよね、そうなってしまうよね。そしたら直前のチンポの根元、いきなり縛られたら。バカね、最初に言ったじゃない。
これは罰なんだから。そんなに簡単にお漏らしさせるわけないでしょ。私のサキュバスは自分のおまんこをほれほれこんな風に自由に動かせるの。チンポが一番感じる気と膣壁で撫で回すのも。カリ首グリグリってこすってあげるのも。無理やり射精止めるのも思いのまま。これがサキュバスに侵されるってこと。これがサキュバスとのセックスよ。天国と地獄同時に味わってもらうわ。ほらほら腰振り再開。ほら必死にパンパンって腰打ちつけなさい。もちろん私のお口に、それにしっこで、お耳にしくりも、もう帰っていてあげるからね。ほら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 、もっと必死に腰振って。腰振って早くおちんぽをマンコに行きつければ今度こそ射精できるかもしれないわよ。そうそう私がキュッてお兄さん眠っとおいしなちお兄さんちんぽ工作品の前に戻せば続けてあげる射精できるでしょ。なら続けてあげる。でもその前に捕まられてしまったら一生射精できないわよ。必死におまんこを返しちゃった。とっても可愛らしくて、とってもかわいそうだ。とっても無様よ。もうちんぽの。あなたの体の気持ちいいところ全部。話すところなく犯されて。私にレイプされた。それでも射精許してもらえない。でも当たり前でしょ。私に立てついたあなたが悪いのだから。私のことを犯しなさい。おまんこゴリゴリかき回して子宮の中におちんぽぶち込むつもりでちんぽ打ちつけてきたらひょっとしたら私も気持ちよくなって射精させてあげるかもしれないわよ。ほらほらそうそうやればできるじゃない。パン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 って音が響いてるわ。そうよ、もっともっと獣みたいに炎を解放して私におちんぽを捧げるの。今のあなたとっても男らしいわよ。君の希望を次はまあ、私はあなたの耳、乳首
い動かしてるんだけどな。動かされながら、まっすらめながら、それでも必死にパン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 打ち続ける。みっともない顔さらしながら、セックス頑張りなさい。ほらほら、なんかついた。私の子宮、あなたのうちんこで犯した気持ちよ。私から逃げようとしたり、私の許可を得ずにお漏らししたりしなかったら、私だってラブラブセックスさせてあげたかもしれないのよ。反省した？本当に？本当に心から反省したの？もう私に逆らわないって心から誓えるの？はーい、もう一回腰振りなさい。そうそう、パンパンって私のおまんこを浮かすの再開。情けないセックス再開よ。本当に本当に反省したの？もう私に逆らわない。ごめんでした。徐々に疲れて。あなたとして私を楽しませるって誓う。それなら宣言しなさい。私に向かって。いいえ、この力からもう九十に響くぐらいの大きな声で私の忠誠を。はい、を誓うの。もっと早く腰振って落ちんぽ落ち着けて。私の女の子は耳に勃起した肉まらでかき分けながら、瞳も耳も大変な私に浮かされながら叫ぶの。私は王女様の奴隷です。あなた様の所有物です。姫様のおもちゃです。はーい、ご視聴。声
声が小さいわ。もっともっと大きい声を。もうチンポ打ちつけるのと同じくらい必死に叫びなさい。ほらもう一度。すごいよ。それじゃあまた来てね。お疲れします。私のことを死ぬまで飼って永遠にいじめてください。はい、続けて。私のことを知らせか丁寧に決めてください。ほら言いなさい。本当に反省して生まれ変われたみたいな。あなたは一生私のおもちゃよ。恐竜物よ。壊れちゃったら恋してされる。おもちゃ。それでもいいのよな。それでも。私の女の子がチンポにもっともっと絡みついた。おねら、出ちゃう。お漏らししちゃう。お射精しちゃう。それじゃあ私がビュービューって言ったら地球の一番奥に毒のザーメン注ぎ込むのよ。ほら頑張って頑張って、最後のパンパン頑張って。もう胃の具腫れながら、チクリレイプされながら、おまこにもチンポから見つかれて、脳みそトロトロ、あへあへの酒の声さらしながら、気持ちいい気持ちいいパンパン頑張って。射精悪夢決めて脳みそぶっ壊しながら、スキューから汁注ぎながら、ご主人様ってバザバに叫んで、濃厚で、
精液に満ちた毒の赤ちゃんミルク。私の体に精子が染み渡っていく。ちゃんと入り口閉めてるのに精子あふれてきちゃう。よく頑張ったわね。偉いわよ。2回目なのにこんなに出すなんて。起きたみたい。それにちゃんとご主人様って叫びながら射精できたわね。お兄さんは人間。これであなたはもう私の所有物よ。修理しないといけないんだって。もっとも。修理だから私たちは修理してあげる。こんな気持ちいいおまんこ知ったら、何があっても私から離れられないでしょうけどね。そうか。それじゃ始めるよ。じっとしててね、お兄さん。さあ、それじゃあ続けていきましょうか。結構来たな。お掃除。そうよ。まだ終わりじゃないの。できてないの。まだ続けるのよ。私たちは。もう無理。だから。綺麗にしてあなた早速私に逆らう気？さっき忠誠を誓ったばかりなのに。もう出ませんよ。嘘。確かにあなたはたっぷりザーメンを漏らしたけれど、それでもまだ金玉の中に5ダメ汁残ってるわ。その証拠に。これを耳を貸されて。陣部を打ちつけるのと同じくらい必死に叫びなさい。ほらもう一度。そうよ。それじゃあまた続けて。もうお使いします。私のことを死ぬまで飼って永遠にいじめてください。はい、続けて。ブサ様、本当にブサ様ね。お兄さん、どうもなよ。かっこまる。お兄さん、私のことを知るまで勝手にいじめてください。ほら、言いなさい。本当に反省して生まれ変われたみたいな。あなたは一生私のおもちゃよ。所有物よ。壊れちゃったら恋捨てされる。おもちゃ。それでいいのよ。それで。そんな偉い子にはご褒美。ほら、私の女の子が、うちの子にもっともっと絡みついた。
오늘 대장 오라시시죠? 오셔세시죠? 소리시야 대시가 뷰 뷰 데이터라 시큐는 지팡이 도구노다 면서 썩이고면요 이이 오래 깜빡대 깜빡대 살금 팡팡 깜빡대 뭔가 알나가라 지금 레이프 살해나가라 엄마군이 진보 가라믹스거렸다 미소 떨어뜨려 아휴 소속여 고에 사라지나가라 김치 김치 팡팡 깜빡대 진짜 미래 しながら よく頑張ったわね。偉いわよ。2回目なのにこんなに出すなんて。それにちゃんとご主人様って叫びながら射精できたわね。これであなたはもう私の所有物よ。あの、掃除すると気持ちよさそう。気持ちいい。こんな気持ちをまごしたら何があっても私から離れられないでしょうけどね。 それじゃあ続けていきましょうか。そうよ。まだ終わりじゃないわ。まだ続けるわよ。もう無理？あらあら。あなた早速私に逆らう気？さっき忠誠を誓ったばかりなのに。もう出ません。嘘。この暗い手と。確かにあなたはたっぷり種を漏らしたけれど。 さすがに完全に勃起はもうしないみたいだけれど、このぐらい硬くなればもう十分よ。
私の尻尾から新しい触手が生えてきてる。これ一体何に使うのかしら。それはね、あれはチンポに近づいた。ニンポポーでもチンポの中に、すず口の中に、ビクビクするでしょ。尿道こじ開けられて、こすられながら奥まで入っていくの。これはね、もうバカ。精子が射精の脳にたまるところまで入っていって、ほんとにみっともない声を漏らすのね。夜のリシクシュレイ、ギュルギュルしてるみたいにザージルすすられちゃうの。そんなに気持ちいいの。お返事もできないくらいバカになっちゃったのかしら。気持ちよすぎて本当に脳みそ壊れちゃった。それは困るな。だってまだまだあなたで遊ぶつもりなんだもの。ほらほら、乳首もチンポも銀河も、くすれてこすれ尽くして、どんな気持ちや。気持ちいいね、結構。ほらほら、ラストスパート、最後のゾーンにジュルジュル吸っちゃうよ。ほら
これも立派な栄養だわ。いいおもちゃが手に入ったな。でもこれからも私の期待を裏切らずにいてくれるのかしら。お願いだから私のことを満足させてちょうだいね。そうじゃないと。あなたのことぶっ壊しちゃうかもしれないからね。おはよう。よく眠れたかしら。眠れたわよね。昨日あんなに絞り取ったんだもの。疲れて泥のように眠ったに決まっている。いいベッドだったでしょ。硬い石の上で眠っていたら体が休まらないもの。でないとね。金玉に精子がたまらないじゃない。さあ、今日も遊ばせてもらうわよ。ん？なに？その顔。あなたはおもちゃなんだから。おもちゃでいつ遊ぶかなんて持ち主の自由でしょ？ほら、おちんぽ出しなさい。今すぐに。あらあら、本当に金玉の中に精子が溜まっているわね。一晩眠っただけなのに、人間というのは便利ね。さあ、それじゃあ今日も絞り取らせてもらうわよ。私、お腹が空いてるの。新鮮な朝食が欲しい気分よ。ほら、こっちにいらっしゃい。そう、そのまま私の膝の上に座って。遠慮することはないのよ。震えているの？あなたが何をどうしようと私が情けをかけることはないわよ。それで、なんでだって本当は気持ちいいんでしょ。しきったわね。海面体に血が流れ込んで
ビンビン。それじゃ、今日も私のために新鮮なミルクを出してもらいましょうか。でも今回は私をあなたのチンポに触れてあげない。自分でチンポしごきなさい。本当、私お腹が減っているんだもん。ほら、まさかご主人様に逆らうつもりなの？チンポ握りなさい。いいわ、素直な男は大好き。それじゃあ、シクシク開始。そう、どう？おちんぽムズムズしてきたでしょ？金玉の中でグツ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 ってゾーマミルクが煮詰まってる。
息が悪くなってるわよ。もしかして出そうなのかしら。また止まってる中で寝じる。どうしたいのかしら。どうしたいのかしら。それじゃあこのグラスに思いっきり抜けて、ほらほら、そのままそのまま。なんてね。はい、ストップ。ストップ。しこしこやめなさい。おちんぽしこるな。なに、その顔は。そんな簡単にお漏らしさせてあげると思っていたのかしら。ダメよ、そんなの。だってまだ精子煮詰まってないもの。私が欲しいのはプリプリでドロッドロの濃厚な果だ汁なの。ほら、分かったらもっともっと精子金玉に溜めることね。はい、じゃあそろそろシコシコ再開。誰がスピード落としていいと言ったかしら。シコ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 、おちんぽちゃんとしごきなさい。何を言ってるの。私が命令してるのよ。奴隷が、おもちゃがご主人様に逆らうつもりなの。ビールを落としてはいけない。けれど射精してもいけない。つらいね。つらいね。それこそ私の望むことだ。うれしこ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 。もっと必死にチンポしごきなさい。もっともっと必死に肉まらしごきあげるのよ。はい、ストップ。またいけなかったわね。さっきより辛くなってきたんじゃないかしら。それでいいのよ。ほーら、金玉にグググって上にせり上がってきてる。早く出せ、ここから出せって精子が暴れてるな。でも、ここからさらに煮詰めて初めて濃厚なお酢汁、私が満足できるザーメンが出来上がるのよ。さあ、またシコシコ再開。今度こそいけるといいわね。はぁ、ほら、シコ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 シ
おちんちん気持ちよくさせてあげてるわ。誰かしら。もちろん私でしょ。ほら、じゃあお礼に、おちんちん気持ちよくさせてくれてありがとうございますって言いなさい。言いながらおちんぷしこしこするの。 気持ちよくさせてあげる。出てしまいそうです、ご主人様。でしょ？全く。 ねえ、口の利き方もなってないのだから。でもいいわ。大きい玉が。いつ雨みたいだし。ほら、じゃあ出させてあげる。その代わり私の指示に従って射精するのよ。いいわ。 ほら、もっと必死にしこれ。もっと必死にお陳腐しこきなさい。出ないよ。また寸止めしてしまうかもしれないわよ。はぁ、ちん。それが嫌だ。金玉パンパンになるからたっぷりといった。こってりミルク。 敵のこれ、私に捧げられる金玉の中身全部振り出す噴水みたいな射精。私にそれだけだしなさい。 触手が生えてきてる。これ一体何に使うのかしら。それはね。 射精の前にたまるところまで入っていって。
자지를 수술하래죠. 성장이 기쁘지. 왠지 모르게 얼굴에 압박감이 낮췄던 것이라 기쁘지. 유숙이도 온통이 너무해서 구워려졌다. 그래, 꼬마려. 근데 어때? やめてほしい。お兄さん。
それじゃあ答えになってない。あたしの質問に答えて。どうなの？おはよう。どっちが気持ちいい？よく眠れたかしら？眠れたわよね。やっぱり昨日あんなに絞り取ったんだもの。疲れて泥のように眠ったに決まっているわ。いいベッドだったでしょ。もっと強く硬い石の上で眠っていたら体が休まらないのよ。でないとね。金玉に精子がたまらないじゃない。さあ、今日も遊ばせてもらうわよ。いいよ。なに、その顔。お兄さんがもっと…あなたはおもちゃなんだから。おもちゃでいつ遊ぶかなんて持ち主の自由でしょ。ほら、おちんこ出しなさい。今すぐに。あれあれ。本当に金玉の中に精子が溜まっているわね。一晩眠っただけなのに。人間というのは、ほらほら、便利ね。さあ、それじゃあ今日も絞り取らせてもらうわよ。私、お腹が空いてるの。新鮮な朝食が欲しい気分よ。ほら、こっちにいらっしゃい。そのまま私の膝の上に座って。遠慮することはないのよ。震えているの？あなたが何をどうしようと私が情けをかけることはないわよ。それに、あなただって本当は気持ちいいんでしょ。ただ気絶しただけ。まだ壊れてはいない。お兄さん、レグさん、さっきまで小鹿のように震えていたのに、私は正直ね。というのは本当に浅ましいのね。でも可愛らしくて好きよ。完全に勃起しきったのね。私たちの人体に血が流れ込んで、綺麗にしてビーン。それじゃあ、今日も私のために新鮮なミルクを出してもらいましょうか。でも今回は私をあなたのチンポに触れてあげない。自分でチンポしごきなさい。だって私お腹が減っているんだもの。ほら、まさかご主人様に逆らうつもりなの？チンポ握りなさい。お兄さん、気持ちよさそう。いいな、素直な男は大好き。気持ちよくなる。それじゃあ、シコシコ開始。そう、
そのままじゃな。気持ちいい。お兄さんが気持ちいいの。続けてあげる。そう。なら続けてあげる。どう？おちんぽムズムズしてきたでしょ。たまの中で、グツ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 って、そうめんミルクが煮詰まってる。それじゃあこのグラスにおちんぽ向けて、ほらほらそのままするの。なんてね。はい、ストップストップ、シコシコやめなさい。おちんぽしこるな。なに
その顔は。そんな簡単にオムラスさせてあげると思っていたのかしら。ダメよ、そんなの。だってまだ精子煮詰まってないもの。私が欲しいのはプリプリでドロッドロの濃厚な子種汁なの。ほら、分かったらもっともっと精子金玉に溜めることね。はい、はい、じゃあそろそろシコシコするとかい。気持ちよさそう。スピード落としていいと言ったかしら。シコ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 、おちんぽちゃんとしごきなさい。何を言ってるの？私が命令してるのよ。奴隷が、おもちゃがご主人様に逆らうつもりなの？スピードを落としてはいけない。けれど射精してもいけない。つらい。つらい。それこそ私の望むことだな。ほら、シコ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 。シコ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 。シコ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 。もっと必死にチンポしごきなさい。もっともっと必死に。バスにエッチなことされたら絶対に気持ちいい。そうよ、想像して。これからあなた私に何をされちゃうのかしら。私の見えるでしょ、このサキュバスの長い舌でペロペロチュルチュル舐められちゃうのかしら。それとも乳首かしら。おちんぽよね。ビンビンに勃起しきった射精したくてたまらない肉まらに私の蛇みたいな長い舌が絡みついて。ジュル下品な音を立てながら思いっきりフェラチをされちゃうのかしら。でもやっぱりせっかく金玉パンパンになるくらい子種汁たっぷり溜まってるんだから入れないと損やね。トロトロのサキュバスマンコ、今
の最高に気持ちいい子宮に心臓ぷくぷくって入れてツポツポハメハメしちゃうのかしら。どれもこれもとっても魅力的ね。こうしてささやかれて想像しちゃうだけで、脳みそトロトロになってバカになっちゃいそう。私に子種絞られたい。お姫様に精液いっぱい吸い取ってもらいたい。そんな風に思っちゃう？そうでしょう。気持ちいい、気持ちいい、お耳の気持ちいい、脳みそドラドラ、気持ちいい、気持ちいい、もうエッチなことしか考えられない。もう十分ね、あなたのお耳。敏感になってしまってるわ。言ったでしょ、まだ序の口って。これからの耳攻めか。本番よ。お耳まったり充血して、まるでおちんぽみたいね。それじゃあお待ちかね、私のこの下で。奴隷の分際でおもちゃのくせにご主人様から逃げ出そうとした悪い子に、しおーきしてあげるわね。はーい、あなたの耳。はー、捕まえた。私にペロペロってお耳舐められるの、舐められるの、そんなに気持ちいいのかしら。変態ね、これ罰なのよ。いけないあなたへの罰なのに。そんなに気持ちよさそうにしちゃうなんて、本当に変態。こっちの耳ばかりじゃかわいそうね。ほら、今度は
こっち。いただきます。耳に性感帯があるみたいに感じるのね。いいえ、まるでではなくて本当にここが性感帯なんでしょ。私の口は一つしかないもの。右耳と左耳、どっちかしか舐めてあげられないものね。どうしようかしら。こんな時に私にもう一つお口があったら。なんてね。驚いたかしら。驚いたわよね。ほら見て、これが私のもう一つのお口。私の尻尾よ。サキュバスの尻尾は世紀の一つと言ってもいいの。男をドロドロにしちゃう愛液を分泌させながら。あなたのことをいじめられるのよ。すごいでしょ。ほら、じゃあもっともっとお耳を貸してあげる。サキュバス以外には絶対できないもの。ほらほら、私の脳液と尻尾から流れる愛液があなたの中に染み込んでいく。魔法の薬。頭バカになっちゃう。危ないお薬。それらをたっぷり注がれながら、喉打ち回りたくなるくらい気持ちいいのに。でも、動けない。かわいそうね。
ズも言ったでしょ。これは罰だから仕方ないのよ。おかしくなっちゃいそう。気が狂っちゃいそう。そりゃそうよね。先ほどに体拘束されて、エッチな言葉いっぱいに元でささやかれた。かかった。あったかい手を押し付けられた。甘い香りで脳みそトロトロにされたんだ。同時に侵されてるんだもの。さ狂いそうになって当たり前よ。私たちはたくさん遊んだ。何がいいの。ねえ、もうまだこれでもだっていい。私本気出してないのよ。丸くて、ねえ、まだあなたのいじっていない性感体があるじゃない。ああ、もちろんおちんぽじゃないわよ。お兄さんはまだダメ。じゃあどこかしらね。期待してる。気持ちよくなりたい。わかるかしら。サキバスに侵されてバカになっちゃってんの。味噌で気持ちよくなろう。どこだかわかりまちか。いくらなんでもわかるわよね。そう、ちっくりん。あなたの女の子みたいにピーンと立ったいやらしいちっくり。オスのちくびはただ気持ちよくなるためについているものよね。そんなところん。この敏感なお耳、それも両方を犯されながら同時に犯されちゃったら、どうやると思う。どうなっちゃうのかしら。気持ちいいでしょ。大丈夫、今にわかるわ。ほら見て、私の尻尾から細い触手が何本も枝分かれしてある。伸びてきてる。あらあら、どこに行くのかしら。あ、触手の先っぽがあなたの乳首に近づいて、全身がチンチンのように犯されちゃった。 あなたの乳首、私に犯されちゃってるな。ビク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 、かわいそう。気持ちいい。乳首、触手に何度も何度も犯されて気持ちいいのかしら。あ、でもでもよ、それだけで気持ちよくなってたら。お耳も浮かされたらどうするつもり。ダメだ。Okay.
ビク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 跳ね回っちゃって、あなた本当に面白いわね。お父様、いいおもちゃをくれたわ。これならしばらく楽しめそう。なに、どうしたの？はっきり言わないと聞こえないわよ。どうしてほしいの？ほらほら、ちゃんと大きな声で言いなさい。おちんぽいじってほしいのね。シコ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 って、ちんぽしごいてほしいの？ダメよ、ダメに決まってるじゃない。だってこれ罰なのよ。私から逃げようとして、ご主人様から逃げ出そうとして悪い子に。体に言い聞かせてあげないとね。ほらほら、ちんぽビクビクしてるのに。どっちくりばっかりいじられて、いじめられた。心配していられない気分はどう？